で出かければ東西南北遅かれ早かれ山にぶつかる松本平の南西小さな村たどり着いたのは30歳僕の自転車中国製もしくは台湾かカンボジア特別気に入っているわけじゃないがというか腐れ縁のようなもの音楽なんて聴きたくない時歌なんか作りたくない時僕は自転車走らせて体をくたくたにのさ車に乗って月一の通院青すぎる空に消えそうになっている僕147号線は肥やしの匂いペットボトルに詰めてきたインスタントコーヒーで正気を保つまだ梅雨だっていうのに気温は35度季節外れの春の歌爆音でかけて愛とか希望とか翼とか光とかそういった類のものが湧き上がって文句言ってもいいし泣き叫んでもいいってことを思い出した BM とアウディに挟まれて恥ずかしそうな僕の N1 ターボであずさましい駆け抜けて166の命を運ぶ100円の文庫本2冊レジに引っ掛けて書棚に戻した僕は内側からひねり出そう少なくとももう少しは湧き出るはずだ今夜もたどり着いたこのベッドの上何かやり遂げた錯覚で体を横たえ言葉を書くのは辛いんだけど言葉を吐くのはもっともっと辛いんだ薄い共感体に浴びてあの子が今日も歌ってる僕はギターをほったらかしてラジオにかじりついている浅い眠りに落ちるとき言葉が浮かぶある僕はそいつをかき留めて
たで